お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ですね、現代の日本社会が抱える問題を解決したものと解決できないまま致命的になったものを織り交ぜて、20年後のこの日本っていうのはね、どういう風になってるのか、まあ、私にしてみたらもう70代になってますけどもね、その時に世界をどういう風に見て、どのようにこの日本での暮らしを送っているのか、ちょっと想像してみようかと思います。ちょっとね、何点かメモしましたんで、読みながらになりますけどもね。題して、20年後、再生への道筋を歩む日本ということでございます。まあ、エネルギー問題と食料問題という深刻な課題を乗り越えて、ドル円が180円という経済指標の改善、消費税はこの時廃止になっているというふうに私は仮説します。で、国民生活の向上、少子高齢化対策の成果による人口減少の抑制が見られたのが20年後。いよいよ日本経済は再生のスタートラインに立ったのかと思わせる。そんな瞬間を私は70代にして見ることになったのかなと想像します。まず一つ目なんですけども、脱炭素社会っていうのがどういうふうになってるかってことなんですけども、私は基本的に脱炭素社会っていうのはやっても仕方がないことだと思います。そもそも炭素がこの地球に環境負荷を与えてるってことは妄想でありね、プロパガンダにしか過ぎないと思ってるんですよ。まあしかしね、この脱炭素社会へは政治の力でなんとなく移行してしまったという前提があると思います。そこでエネルギー問題の克服という問題が一つ目に挙げられるんですけども、20年前、だから今のことですよ。深刻なエネルギー問題に直面していた日本は太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーへの積極的な投資と革新的な技術開発により脱炭素社会の移行を成し遂げたと。やっぱり日本がね、脱炭素社会を世界に先駆けてやってのけたということなんですよ。で、電力供給における化石燃料への依存度を大幅に低減してエネルギー自給率の向上を実現したということです。この時原発は稼働していません。つまり原発でもなくて火力発電でもない、そして再生可能エネルギーだけに頼らないエネルギーシステムが日本で構築されて、もうエネルギー資源をね、大幅に海外に依存することがなくなったというのが20年後の日本だというふうに考えます。2つ目の問題なんですけども、食料自給率の向上ですね。食料問題は多少解決したんじゃないかなと思える段階に20年後は来ると思います。現代、令和6年、食料問題は深刻な課題でしたが、しかし、農業技術の革新と都市農園の普及により、都市農園っていうのはね、今廃校になったり廃村になったりとかして使われてない、建物がいっぱい日本にはね増えていくんですけども、そこをサンディ農園って言いますかね、1階建て2階建て4階建て5階建て果ては10階建ての大きなビルディングの中に、水耕栽培を中心としたね、農作物やそれから畜産、さらには海洋生物の養殖っていうのを行うことに成功したってことになります。これは今でも研究が進んでいて、おそらくこの10年以内に型がつくんではないかなっていうふうに思われてるんですよね。だから20年後にはそういったところから、かつて人が住んでいたところ、人が活用していた施設に今度はね、農業や畜産ってものを移行して食料問題は解決する。もちろん国内産です。飼料もそういったところで作ったりとか、食料の種をそういったところで育成するっていう技術も、まあ、完成したというふうに私は見ますけどね。で、食料自給率を大幅に向上させたというところがあります。まだまだ気が抜けないところではありますけども、食料自給率を40数パーセントまで回復したんではないかな。そして今後も回復していく見込みだということで考えています。で、都市近郊では垂直農法や屋内農法などの技術を活用して効率的な農業が盛んになり、その技術を海外に輸出することも徐々に考え始めたっていうのが20年後の日本ではないかなっていうところですね。かくして70代になった私は、20年前私が50代だった頃にね、この問題将来どうなるのかなと想像していたものが徐々に解決していって、まあ恥ずかしくない世の中を次の世代にお渡しすることができるのかなと胸を撫で下ろすところを想像しますね。まあ楽観的なことばかりではないんですけども、やっぱり悲観的なこともね、いろいろと想像しないといけない時に、とりあえずこの辺が
うまくいってなければ日本っていうのはもう日本足りえないっていうところだったんでね、このあたりは多少ちょっと楽観的ではありますけども、解決に向かったという前提でお話をするのが今回の前段になるかなと思います。そして3つ目なんですけども、経済の活性化です。この時ドル円は180円前後という形になって、結局円安はね止まらずに、私の限界値と考えていた160円を突破して180円で安定したということに仮説しますね。まあこれはちょっとね本当に、根拠のない仮説になってしまいますけども、だからといって200円300円になることも、それからね、ドル円の円が強くなってね120円130円になることも両方とも考えられませんしね、毎日相場をやっていてここはねいくら想像してもね、全然答えが見えないところです。ですんで180円という形で今回は乱暴ながら仮説しました。さらに消費税廃止です。いや私は消費税はね10年前後で廃止になると思いますよ、これはいろんなところに歪みが出ていて、消費税を廃止した方がいい勢力が財務省をね、これから巻き込んでいくと考えます。でこれから財務省に入庁するような、そういったねエリート候補の方もどんどんね、まあ、ある意味ね人材不足で財務省を変えるような人材が入ってくると思います。今まではね優秀で上司の命令にピタッと従うような人ばかりが財務省省庁に入っていましたけども、そういう人が望めなくなってきて、多少反抗的で多少身勝手なね上司の言うことを聞かない新入社員や、部下後輩ってのがそういった省庁を占めるようになってきて、まあ謀反を起こすと思いますね、そういったところから財務省は今の形から脱却していって、消費税廃止というものをね、成し遂げるんではなかろうかと思います。これは国民の声を受けた政治家もそのように気持ちが変わっていくっていうところと、まあ今ね頑なに今だけ金だけ自分だけの、まあ、高齢政治家さんがこの10年で一掃されるってことも加味しての楽観的な考え方です。でドル円180円という円高、これ円安ですね、輸出企業によって大きな追い風になるのはもちろん還付金などね、そういった制度を持って、まあ納得できるところだと思いますけども、日本経済の活性化にも貢献するように徐々にスライドしていくんではなかろうかと思います。ただそうなった場合、輸出企業は、まあ、還付金を大きく受けていましたけども、そもそも輸出が好調なんで還付金に頼らなくてもいいようなね、商売ができる、まあ、そういったところもあって消費税を廃止することによって下請けが楽になって、で下請けからの仕事も十分こなせるようになってきて、大手はさらに儲かる、でずっと消費税に苦しめられてきた中小企業も消費税の滞納は免除されて、回復を遂げていくっていう風な形を見ていますね。で消費税廃止によって国民の購買意識も高まって内需拡大にもつながったということを考えるかなというところです。で4つ目、少子高齢化対策の成果です。人口減少の抑制、これもまあ起きてきたんではないかなというふうに20年後はね起きるんではないかなと思います。ただし子ども家庭庁が今のまんまで、政策をね立案実行していってはこれはダメです。そしていかに子ども家庭庁がダメな省庁かってことが徹底的に分かったところで転換を図るっていうシナリオを私は見ていますね。少子高齢化対策として育児支援制度の充実、ワークライフバランスの、推進、女性活躍推進などが効果を上げていくのはその後です。出生率の向上と人口減少の抑制に一定の成果が見られてくるのが20年後だというふうに言えます。20年後に人口減少がピークアウトして徐々に回復に向かおうかなというところですね。要するにこれ以上はもう減りようがないよというところまで来るってことです。で高齢者についても20年後はね団塊の世代の半分がいわゆるねお隠れになって、だいぶ高齢者負担の割合が減るのかなっていうところですね。で反してですね、高齢者が使い切れなかった遺産が相続されることなく国庫に納められるということ、それから地方自治体に接収されるってことを考えると、相続の権利がない人が間接的に相続を受けて少しだけ国が豊かになるっていう図も見えますね。で健康寿命はどんどん伸びていって、社会参画の促進もどんどんね進んでいくかなと。で70代でも80代でも希望すれば元気に働ける世の中っていうのができて、相対的に、若さっていうのがね、今よりも10歳とか20歳アップするんではなかろうかと思います。要するに50代60代はまだ若手と、
いうことですよね。で、転職市場には50代、60代若手を求む、そういった募集広告が並んで、50からでも60からでもスムーズに転職なり、ブランクがあっても就職するっていう形が引けるんではなかろうかと思います。まあ、これは取りも直さず、20代、30代、ひいては10代の割合が極端に減るタイミングでもあるので、そうさざるを得ないというね、マーケットの要望もあるかなというところなんですよね。で、今とはね、だいぶ違ったものになると思いますけども、楽観的に考えてこういうふうになると思います。また、楽観的な予想は続きます。地方創生です。地方経済が活性化するというふうに見ています。もちろん地方経済っていうのは全部が維持されるとは限りませんけれども、地方地方によってここ一つだけは活性化していこうっていうふうに絞り込むことによって他の産業や文化を捨てて一点だけを特化してその地方が生き残る形を模索するんではなかろうかと思います。で、地方創生対策によって地方都市への移住、定住がそういった意味で促進されると。地方経済が一部だけ活発化して他を、もう放棄するっていう形ですよね。で、テレワークやワーケーションがますます普及していって、地方でも都市部と同等の仕事環境が整い、地方への移住、定住が魅力的なものになってくると。そうなると、都会に集中していく人口ってのは、もうこれもピークアウトしますので、都会のマンションやその他土地の価格ってのは緩やかに下落していくことになり、で、反対側では地方、今まで見捨てられた地方に水耕栽培やそういった農業施設がね、ビルディングの中に建てられることによって、そういったところにもニーズが出ていって、そこで従事する人がそういった施設を取り囲むように居住することによって、地方の地価っていうのが回復するかなと。それによって入る固定資産税とか評価額っていうのが地方自治体に経済的な益を与えていくっていうふうになると思います。つまり地方創生ですね。で、6つ目です。観光立国。日本は数少ない2000年も同じ文化や同じ国という形のね、個性を残した国だということが改めて評価されて、日本の一部地域っていうのはものすごく人気のスポットになると思います。例えば、グローバル化されてない京都とかね、奈良とかね、和歌山とかね、島根とか、こういうふうに今までは見向きもされなかったような田舎の地方都市、そして今までも人気だった京都みたいな観光都市が日本を表す特徴的な場所として脚光を浴びてですね、秋田、青森にも人が集中していくと。で、北海道も夕張っていうのがね、さらに今まで以上に、観光資源になっていく。その頃には夕張の破綻した財政っていうのも回復して借金も返して、完全に夕張っていうのは破綻から回復した町という、そんなね、キャッチコピーで多くの人を集める、そういった標準都市になるのかなと思いますね。はい、そして7つ目、技術革新です。世界をリードする競争力がつくんではなかろうかと思いますね。まあ、今低迷していた産業や新しい発見とか、こういったね、研究開発ですけども、やっぱり個人的に続けてる方はいるんですよ。そういった方が自分の研究を支える原資を求めて海外に出て行ってしまっているのが今の現状ですけども、20年経つとね、そういった方も望郷の念に駆られて研究を回復し始めた日本に求めてくる可能性がありますよね。そうなると世界中で得た知見を国に持って帰り、この日本の国内で研究を続けるって形もできるのかなと思います。そして考えにくいことなんですけども、世界では紛争がね、また勃発しだしてきて、優秀な日本人の研究者ってのは、日本以外の国に家族と共に住むよりも、まあ、世界でも相対的に安全な故国、日本に住むことで、残りの人生をね、研究と共に過ごす、というふうな選択をする方が増えるのではないかなと思います。ですので、世界はやっぱり不穏な空気が緩やかに広がっていくんですけども、日本はね、うまいこと立ち回ってなんとか戦争に参加せずに済んでいるんではなかろうかと思います。ただしそれも時間の問題なのかなと。ここまで楽観的にいろいろ見てきましたけども、一つ大きな懸念があるとしたら、いつ日本が戦争に参加するかどうかわからないっていう状況です。この一点を除いては緩やかに成長と回復を続けていくっていうのが今後20年この日本に起きることじゃないかなと思います。ただし向こう5年程度はまだまだ日本の国内ってのは格差が広がり経済的な打撃を受ける
個人中小経営者、それからリストラされたサラリーマンの苦悩っていうのはまだまだ続くと思いますよね。ですんで今50代あたりでね、暮らしが立ち行かない方は70代までに何としても生き延びねば、そのまんま暗いまま人生が終わるというふうに私は警戒します。8つ目です。国際貢献、国際社会における存在感の向上を日本は果たさなければなりません。これは20年後どこまでできているか分かりませんけども、やっぱりエネルギー問題や食料問題などのグローバルな課題解決に日本はかなり貢献したっていうのが20年後のね、私の想像する日本なんですよ。その意味で日本はリーダーシップを発揮すると思います。現在ロシア、ウクライナ、この戦争がまだね終わりを見せないところで、ウクライナで食料生産がものすごく鈍っているわけなんですよ。その他イスラエル、イラクですか、こういったところではエネルギー資源がどんどんね破壊されて採掘不能になっていくと。その中でなんと安全を確保した日本っていうのが研究を進めて世界の潮流をね日本から回復していく、つまりエネルギー問題、食料問題です。でここまでで分かったことっていうのは、戦争してるとねエネルギーも採掘できないし食料も生産できないってことで、結局戦争っていうのは破壊をもたらすだけで、非常にね自国に対しても他国に対しても世界に対しても全く長期的に見るといいことがないっていうことをね、最終的な認識をするのが今後20年で起きることじゃないかなと思うんですよ。特に世界の穀倉地であったウクライナってのが、この先1年2年戦闘状態が続く限り、もしかしたらね大飢饉を起こしたのと同じような状態で、ウクライナでも食料は取れないっていう風な国になってしまうかもしれません。そしてロシアも国際的な反感が強まって、もしかしたら2度目の解体があるかもしれないですね。ただしロシアにはロシアの正義があって、それを支持する人も一定残りますんで、ロシアが分割されてかつてのソビエトの崩壊とともにね、13個の国に分解されたように、13個でしたかね、ロシアもいくつかの国や地方自治体に分割されて、その中で、社会主義的な支持をするものと資本経済に進むものとさらに分かれるのかなってところですね。ここはここだけを取り上げて想像すると、ちょっとまだ時間が長くなりますんで今回は割愛します。であと2点ほど紹介しましょうか。持続可能な社会が本当にできるのかってことの答えは20年後に出てます。これはですねまさに二極化で、持続可能な社会を求めた結果、持続可能になった社会とそのツケを押し付けられた小さな小国、こういった破綻した国に分かれていくんじゃないかなと思います。例えばインドネシアですけども、インドネシアには日本のプラスチックの廃材っていうのが不正に輸出されてきてるんですよ。これどういうことかっていうとね、日本でまあプラスチックの回収とかしますけども、日本では処理場がほとんどありません。ですんでインドネシアに押し付けてる状態です。ただしインドネシアでは海外からそういったプラスチック の廃材をですね、取り入れることは法律で禁止されてるんですよ。ですんで日本はどういうふうにやってるかっていうと、プラスチック製品を、完成品をインドネシアに輸出するのと抱き合わせで廃材も同じコンテナに詰めて送ってるんですよ。で賄賂を渡してインドネシアの外交を司る人もそれを黙認してるっていう状態です。その結果インドネシアではプラスチックの廃材を細切れにする業者とか、それをただストックするだけの場所っていうのがあるわけなんですよ。そこから有毒ガスが立ち上がったりとか、ダイオキシンが出たりとかしています。でそのゴミの中から使えそうなものを漁りに来る現地のインドネシア人がいるっていうのもこれ事実なんですよね。私はこの事実を実は、インドネシアに行くまで知りませんでした。今はねかなり懸念を持ってるのと、日本人として自分たちの出したゴミがね自分の国で処理できずにこういった国に押し付けてるのかと思うと、NGO って何なのかなと思ってしまいますね。はい、そういった形でそういったね押し付けられる国と、自分の国ではそういったものを出してませんよっていうふうに白い顔をしている国とに分かれて、皮肉にも自分勝手やって汚いものを他国に追いやった国が持続可能な社会を継承し、押し付けられた方が貧困にあえで場合によっては消滅侵略されるっていう未来があるのかなと思います。
最後のまとめになりますけども、20年後日本はエネルギー問題と食料問題という深刻な問題を克服する入り口には立つと思います。そして経済の活性化、少子高齢化対策、地方創生、観光立国、技術革新、国際貢献や多様性の尊重、持続可能な社会など様々な分野でそれぞれ成果を出すのだろうなと思いますね。これらの成果ってのは日本の再生の道筋を示すものであり、今後さらに発展していくことが期待される。そんな20年後を70代になった私は思い描きながらね、余生を過ごすんじゃないかなというところです。もちろん問題が全くなくなったわけではありません。その一番大きな問題は、70代の私は世界ではあっちの国もこっちの国も戦争していると、いずれ日本も戦争に実際に参加するんではなかろうか、そんな懸念ですね。はい。それではね、随分楽観的に今回見ていきましたけども、いや実はね、もっともっと深刻に考えている部分があるんですよ。そちらにつきましてはまた別の機会に同じぐらいの長さの動画としてね、紹介したいと思います。こっちの方はね、いや本当にね、手遅れなことって結構あるんだなっていうふうに令和6年4月の現在感じることです。手遅れかもしれません。そしてこのまま自民党の政治がこのまま続けば、本当にそっちのね、もう一つの私の想像したくない世の中が来るんではなかろうかと思います。はい。ということで今回お話したのは、財務省が解体されるということをね、まずは話の前提になっていることをお見知りおきください。それでは。